というわけで、大器クロプスさん。こいつらは人質の解放を約束してくれました。ですので、お気持ちはわかりますが、今回は、大キクロプスさんも、手を出さないことを約束していただけませんかとにかく母ちゃんの解放が先だ。わかりました。ブルド騎士団長、それでいいですよね。わかった。アバネロー、サイクロプスさんを家まで連れて行ってくれ。ああ、わかった。あ、お母ちゃん、ウィが通せたわ。まあ、前か。安っぽなるもんな。約束通り、あなたの母親は、解放しました。この二人は、約束を守ったので。 今回は見逃していただけませんか勇者よ。悪いがそれはできない。こいつらを今解放したら、またいつここに来るかわからない。彼らは王の命令でここに来ています。今彼らを殺しても、また別の資格が来るだけです。サイクロプスさんの安全を保障するには、彼らに、すでにサイクロプスは討伐したと、嘘の報告をしてもらうことです。だがこいつらがその約束を守るとも思えない。あなたとの約束だけではなく、これは俺と彼らとの約束でもあります。正直に言います。俺は彼らに一度約束を破られました。 次約束を破られた場合、俺が奴らを殺します。勇者の君がなぜそこまでするあなたの親は恩人だからです。分かった。あ,あ、炊いた。炊いたか。いやー、今回はちょっと。